この動画は、毎日新聞社、スポーツ日本新聞社、日本将棋連盟によるご協力、及び寄付提供でお送りします。皆さんこんにちは、ゆっくり霊夢です。マリサだぜ。本日は2020年10月14日に行われた、第70期王将戦、挑戦者決定リーグ、羽生善治九段と、佐藤天彦九段の一局をお送りするぜ。まずはここまでのリーグ表を見てみよう。初戦で藤井二冠を破った羽生九段。対して天彦九段は2連敗と、苦しいスタートだ。トップを走る豊島竜王は2連勝ね。豊島竜王が、ここから3敗以上するとも考えづらいので、両者ともにこの一局は勝っておきたいな。天彦九段はここで負けると挑戦は難しいし、リーグ陥落が視野に入ってしまう点も、負けられないポイントだな。羽生九段はここで勝っておけば、今後の勢いづけにちょうどいいわね。日程的に最終戦が、現在竜王戦を戦っている、豊島竜王、というのも面白い点だ。そんなところも注目したいわね。では、軽く対局者の紹介をしていくよ。まずは先手の羽生九段。1970年、埼玉県所沢市出身の50歳。今期竜王戦1組、順位戦 A 級。タイトル戦登場136回、うち獲得99期、一般棋戦優勝45回。誰もが知る将棋界の第一人者よ。数々の記録、そして多くの人に刻まれた記憶、将棋界をクリーンなイメージにした、という意味でも、その足跡は偉大、の一言に尽きるな。昔は、地域の将棋道場に、子供を積極的に通わせる、という親御さんは少なかったらしいものね。まあ、タバコの煙が充満して、気難しい人物が多く、子供を一人で預けるのは、という環境だったらしいからな。羽生九段の活躍以降、一気に子供が増えた、というのが座主の方々の印象みたいよ。今や働く親御さんにとって、安心してお子さんを預けられる場所になったものな。社会規範の学び場にもなっているみたい。この状況が続いてくれるといいよな。ではもう一方、後手の佐藤天彦九段。1988年、福岡県福岡市出身の32歳。今期竜王戦1組、順位戦 A 級。タイトル戦登場6回で名人を3期獲得。一般棋戦は優勝4回だな。ちなみに、今日の BGM は、ヨハン・ゼバスティアン・バッハのカンタータ147番主よ。人の望みの喜びよ。よ、ご存知の通り、あだ名は貴族、だぜ。物腰柔らかなお人柄に、ハイセンスな言葉選び、将棋ももちろん強くうなるような指し回し。年々、幅広くファンを獲得していっている印象ね。解説も面白く、わかりやすいからな。そして何気にぬいぐるみが大好き、という、とても可愛らしい一面もあるみたい。そのあたりは、渡辺王将とも共通しているんだな。共通の価値観があるからこそ、昔から仲がいいのかもね。そうかもな。さて、それでは両者にとって大事な一戦、大注目の一戦、週の真ん中、忙しいかもしれないけれど、ゆっくりしていってね。将棋盤カモン。今回は霊夢が先手、羽生九段。マリサが後手、佐藤天彦九段だぜ。それでは、よろしくお願いします。2六歩。8四歩。さて、今回は羽生九段の先手番。2五歩。相手の得意戦型に飛び込むことが有名だけど。8五歩。今回はどんな作戦を用意したのかな。7六歩。天彦九段は、横歩取りが有名だよな。3二銀。何気に激しい展開がお好みよね。7七角。3四歩。戦型は角代わりになりそうだね。6八銀。7七角なる。同銀。ここからどういう展開に持ち込むかだね。2二銀。では、少しだけ手を進めてみようか。4八銀。6二銀。早めに端をついておくよ。1六歩。早繰り銀の手筋でもあるね。1四歩。何やら前がかりな印象だ。2四歩。早めに仕掛けて乱戦を誘う。同歩。まだ王様を囲ってすらいないぞ。同飛車。盤面左を睨む角を投入。3三角。8筋との連携で強者を狙うぜ。
3、4飛車、横歩取り要素を入れていこう。4、2玉、金銀王様で3筋に対応。3、9金、こちらは2筋の隙を消していくよ。8、6歩、先手は広く構える方針か。5、6角、8筋を受けずに後手の狙いを外すよ。むむ、随分思い切った受け方だな。そうね、このままだと8七歩なる、と攻め込まれるけど。この手に対して、8三歩、と飛車を封じ込める狙いがあるわ。7七と金と、銀を取っても先手の致命傷ではなく、返す刀で飛車を取られてしまうな。仮に7二飛車、と避けた場合。先手8四飛車から、8二歩なるが後手にとって致命傷ね。一見無謀に見えて、とんでもない罠だな。しかも、先日の竜王戦に続いて、居玉での仕掛け。なんだなんだ、羽生九段の中で居玉がマイブームなのか。ここ最近、ちょくちょく見かける戦い方で、先に仕掛けて棋戦を制しつつ、戦いながら玉形を整える、というのが目立っている気がするわ。攻め続けた方が勝つことが多いもんな。速度を追求していった結果、居玉に行き着いたのかもしれないね。一応、それでも陣形の工夫はあって、例えば3九に据えた金、これは孤立した桂馬を守り、2筋のスペースを保管、なおかつ4八の銀とも連携を取った、シンプルながら効率のいい守りね。左桂を守るための7九金なら、昨年5月の王座戦、高見丸山戦で登場、つい最近も永瀬王座が使っていたな。10月4日の JT 杯ね。両つべでは右上のバナー及び概要欄、ニコニコ動画は説明欄にリンクを貼っておくわよ。この端から3筋目に金を据える方法は、なかなかにバランスがいいのかもな。アヒルが恋やミレニアムもこの位置よね。今後、発展していきそうな方法だな。王様も動きやすいしね。工夫の違いがありそうだ。なお、ここまで羽生九段の消費時間はわずか3分。これは完全に作戦通り、と言えそうね。ということは、この後の展開も用意していそうだ。注意しないとな。さて、ということで手を進めていこう。7四歩、飛車角の筋を一旦遮る。ここで歩を取る、8六歩。7七の銀に仕掛けていく。7五歩、位置をずらせば、飛車が前に走れる。7八金。7六歩、同銀は後手の角筋が通るので。6六銀、塞ぎながらの対応。8六飛車。8七歩。8五飛車、中段でのテクニカルな戦いになったな。7四飛車、7筋への増援に駆けつけるよ。8八歩、金を飛車角の焦点に誘う。同金、バランスは崩れるけど対応が必要ね。6四歩、このまま突き越されると、角筋が通ってしまうわ。同飛車、ここで陣形を整えながら前に押し上げる。5二金、さらに銀を上げて飛車を圧迫だ。7四角、大味なようで繊細な空中戦だね。8二飛車、ここで私も王様を移動。5八玉、戦術の戦いの中での陣形整備だな。2三銀、近距離の命の応酬って感じだ。7八金、間合いを測りながらバランスを取る。5四歩、飛車の自由を阻害する犠牲の歩だ。7二歩、こちらも同飛車を請求。6三歩、6号飛車。8四飛車。こんな大駒のインファイト、そうそうないね。7号飛車、角の退路を維持しつつ、突破を目指す。6六角、そろそろこの局面に決着をつけよう。同歩。6四銀、という手もあるが。7七歩なる。ここで大技を仕掛けていくぜ。むむむ。ここは6四銀、と指すのが一見自然に見えるが。先手の飛車に働きかけて、角を狙う手ね。7六飛車には、7五歩で追うことができるな。だが、その実8六飛車、とすれば。後手7四飛車に対し、先手8一飛車なりが先手優勢だな。後手陣深くに優ができて、しかも足元が通っているので後手はピンチね。さらにと金の作成も待ったなし、2二歩打ちの筋も張ったくなる状況だ。私としてはこうなってほしいんだけどね。それは勘弁してくれ。それほど、7二歩という何気ない一手が、後手陣の足かせにはなっているんだが、この7七歩なるに対して、自然に同飛車、とした場合、ここで思い切って後手7七飛車、先手同飛車としてしまう。さあ、ここで霊夢が後手ならどうする？これは、8五角が王手飛車ね。
そう、そして対応するために7六飛車、とする手もあるんだが、先手の飛車は縦列駐車で動きにくい上、7三銀、と圧迫する手が狙える。これは恐ろしい。かといって、同桂と取ると、先ほど述べた、6四銀の行き先、先手8一飛車なるとした場面。ここで、さっきはついても何もなかった7筋の飛車先に、こういう平たい陣形で決め手になる。桂馬がお出迎えしてしまうのね。この少しの差で先手は危なくなってしまうわ。さて、想像以上に困った手が出たわね。でも、ここは難しくても乗るしかなさそう。強飛車。大手飛車どんとこい。その行きやよし。7四飛車。強飛車。8五角。7六飛車打つ。7三銀。7五飛車引く。すぐには取らず、引いて間合いを図る。9四角。自玉への干渉剤を設置するよ。6七角。これで直撃はなくなったけど。8四銀。とてつもなく難しい局面の連続だね。3五飛車。引き続き飛車をいじめていく。2四銀。ここは思い切って、後手陣を引っ剥がしにかかる、3二飛車なる。バラバラにしての攻め合いを目指す。強玉、これまた思い切った攻めだ。7四飛車、こちらも先手陣解体を目指す。6七角なる、連携を乱して打ち込む隙を探るぜ。強金、先手陣を狙いながら守りにも生かす。4五角、じっと角筋を限定するよ。5六歩、後手陣をえぐって強撃体勢を狙うぜ。8八飛車。6八金打つ。コンパクトにまとめて守り切ろう。7三銀。懸念だった銀で飛車に当てる。7九飛車。先手の飛車を収穫なしで追い返せた。8七飛車なる。今はこれでよしとしよう。む。7一歩なる。形状を回収して飛車を走りたいね。8八竜。その余裕は持たせない。それはこちらも。7五飛車。角に当てて身体を問う。2七角なる。強撃体勢に持ち込むぜ。2八歩。嫌です。お帰りください。2六馬。それでも守りと重し、両面で使えるぜ。8一と金。右と上部への退路は断たれた感じかな。7四歩。先手の飛車はお帰りください。7八飛車。だいぶ自玉の周りがすっきりしたな。8九竜、交換せず、さらに先手陣深くに潜り込む。9一と金。それでも自陣の守りが心もとないので。6二馬。馬を守りに当てて連携を強化だ。6五桂。攻めが苦しい時は飛び道具よ。7五桂。なんの、こちらは大手に直結するぜ。強飛車。活用が難しい飛車なら切ってしまおう。強歩。両取りをかけて局面を難しくする。4六角。この両取り、逃げるべからず。6四銀、中央の硬さを保って対抗。2四角、角を追い返しながら玉頭を整える。2三銀。4六角、攻め駒の補充に強者を取る。9九竜、後手の持ち駒が少ないうちに綾をつける。2五香、強者と角の組み合わせで切り開く。2四歩。長銀。長銀。長角。角を追い返し、一気に先手陣に利かしに行く。二三強。嫌な強が入ったね。四六角。二枚飛車に追われる悪夢を提供しよう。七九飛車。ここから一気に切り崩す。五九銀打つ。後手の手駒は不十分、受け切ってみせる。4四馬、足りない戦力は守り駒から削さ。3六歩、じっと、そう、じっと耐える手を指す。2二香、爆撃の準備だ。3五銀、馬を攻めつつ、2四に利かす。4五馬、桂香交換で強者のロケットを削りに行こう。3四桂、玉頭をこじ開けてとどめを刺したい。5五歩、包囲網を確実に狭めていくぜ。3七桂、馬にアプローチしながら攻めも目指す。4六馬。これで吹き出を解消。5五歩。今取った歩で嫌味な桂馬をつつく。
3三歩。2二桂なる。同玉、歩が設置されたことを逆手に。3四歩、小瓶を突いてこじ開ける。同歩。同銀。空いたスペースを活用して先手陣をえぐる。3五桂、4七桂なるで銀を剥がす。4九金、対飛車防御を補充するよ。そして1分将棋に、5六歩、頭から押さえる地獄の蓋だ、歩。同金。まだだ、まだ終わらんよ。9七竜。しぶといやつめ。なんの。6七香、ソフトは粘り方は教えてくれないでしょ。7六歩。防衛線は割らせない。7八歩。ここに来て攻め駒が足りない。3三歩。一旦自玉の安全を確保。4五銀。4六馬。金銀6枚、まさに金城統治。同金、早々割らせてなるものか。8九角。ここで天彦九段も1分将棋に。3五金。1分将棋、何があるかわからないよ。7八角なる。右辺にスペースができて巧妙が指した。3九金。私はまだ参る。7七歩なる。これは。7八金。局面を難しくし続けた甲斐があったか。同飛車なる。より粘れる位置に対比。4九玉。あばよとっさん。待て。6七と金。一番の懸念、2筋の強者を処理しよう。4一角。この金は取らせるわけにはいかないはず。4二金。2三角なる。角を切って自玉の安全確保。同玉。今度はこちらが攻める番。5四桂。やっと回った私のターン、生かしたいね。3二金。じわり後手玉に迫っていく。2六香。く、一気に危なくなった。2五歩。同桂。ここで歩切れなのがとても痛い。1二玉。1三桂なる。同玉。2四金。2二玉。桂馬の利きがここに来て生きる。4一角。先手玉に迫って何とかしなければ。5八と金。金銀3枚、うまく守り抜けそう。3八玉。ここで3九金の効果が絶大だね。4八と金。同銀。4七竜。同玉。6七竜。3六玉。4四桂。2五玉。3六銀。同銀。3五金。長く激しい戦いだったね。同玉。ぐ、ぐ、先手玉には詰みがなく、ここから王手を続けるのも困難。対して後手玉に受けはなし。そっか、粘り切られたか。負けましたー。ありがとうございました。燃え尽きたな。燃え尽きたね。いやー、粘り切られたぜ。まさにその一言に尽きるわね。74手目、飛車を自陣に打たれたあたりから、正直ずっと苦しかったわ。ただ、幸いなことに手元に金駒が豊富だったことから、なんとか粘って粘って、堅牢な要塞を構築、最多で金銀6枚かしら。もはや迷路だな。もう本当、必死の守りよ。そして、守って守って、守りながら、隙を見ては後手玉に迫る駒を上げて、その上げたスペースを調整して、自玉の退路を少しずつ確保していく作業。当然、左辺から迫る2枚飛車、そちらも頭から離さぬよう大変だったわね。141手目、3九金の時点でようやく光明が出てきたけど、ここまでは生きた心地がしなかったわ。先日の豊島竜王と藤井二冠の一戦もそうだったが、
粘った先に勝利がある。そんな将棋だったな。そして何気に、現代将棋の最先端が詰まった一戦でもあったわね。まず、15手目。早めに端を突くことで、後手が受けたら早くリ銀への足がかり、受けなかったら突き越して、一筋を圧迫する狙いね。角代わりは、王様を左に持っていくことが多いもんな。角の活用も制限できるしね。そしてそもそもこの形。最初に述べた通り、最近増えてきたい玉のまま攻めて、主導権を握ったまま攻め倒してしまおう、という意思の表れでもあるわ。攻めながら間合いを図るのと、自玉の安全確保を並行してやってしまおう、という狙いだな。正直、プロでもトップレベルの技なので、参考にはしない方がいいと思うけどね。確かに。アマチュアではしっかり基礎を学んで、囲った方が、実力がつくと思うわよ。なんというか、次回の念もありそうだな、わら。あとはそうね。例えば52手目のように、大駒を切って、相手陣を乱す、という戦い方も最近よく見るわね。渡辺名人や藤井二冠が好んで使うな。その状況時々に応じた、適切な攻め駒の選択で、決して大駒がベストではない、という流れよね。現代将棋は本当に難しいぜ。本当にね。さて、この結果を受けて羽生九段は2勝、天彦九段は3敗になってしまったな。リーグ順位が5位の天彦九段は、残留を目指したいけれど、なかなか厳しいわね。なんとしても残り3戦、勝たなければならなくなった。対して羽生九段は絶好の滑り出しになったわ。だが、永瀬王座、豊島竜王と、強敵2人に対して後手番だ。振り駒でなく戦後が決まっている、というのも王将リーグの妙味ね。見る側としても、どこで勝負どころが来るかわかるな。なお、リーグ自体、次の予定は、10月15日、豊島竜王と広瀬八段、10月20日、永瀬王座と木村九段、10月26日、藤井二冠と永瀬王座、そして一斉対局の最終戦、これが11月20日だな。それぞれ楽しみにしておこうね。さ、それではそろそろお開きにしよう。ご視聴、ありがとうございました。よろしければ高評価、チャンネル登録お願いするぜ。それではまた次回も、ゆっくりしていってね。